ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回はですね、スマホ版にゃんこライセンスをほわかの方でやっていこうかなと思うんですけども、今回ですねやっていく内容に関してはですね、ちょっと今からミッションの方見ていこうかなと思うんですけども、こちらでございます。ということで降臨祭イベント限定追加ミッションということで、今ですね、まあ、着々と進めてるわけなんですけども、まあ上のねチワワンに関しては問題なく多分クリアできるかなと思うんですけども、その下ですね、夜は短し夢見を乙女ということで、このステージに関してですね、全てのキャラが第一形態の編成で一回クリアしないとこれ達成できないので、まあ、ちょっと一番ね難易度高いんじゃないのかなってね、感じがするんで、まあ、ちょっと不安ながらも今回はねそちらのねゆみみちゃんの方をちょっと倒していこうかなと思います。ということでじゃあ早速ですね、ちょっと今から編成の方に行こうかなと思います。はい、ということでじゃあちょっと今からですね、ちょっと編成の方を組んでいこうかなと思うんですけども、どうしようかな、まあ、全部第一形態なんでね、いやちょっと結構不安なところなんですけども、どうしようかな、まあ、せっかくだからまあニャンコンボは入れたいところなので、一応攻撃力の方ですね、どうしよう、アイラブジャパンでいっか、まあ、これいつも安定なのでこれをとりあえず追加して、であともう一体どうしようかな、お財布がね最初のイノシャシが結構めんどくさいんで、いやーどうしたらいいかな、これちょっと悩むね。まあどうしようか、ボンボン猫でいいか、とりあえずボンボン猫でも発動するよねこれね。でとりあえずこれ全部第一形態に変えないとニャンコンボでもねダメなので、こんな感じでいきましょう。で下のスロットがとりあえずメインかな、どうしようかな、あれかな、できれば超激乱のあいつら入れた方がいいのかもしれませんね。どこだどこだ、あいましたね、はい、カサジゾウ様と、あとはこれですね、ピーチジャスティスの進化名の桃太郎でございます。この2体入れての、あとはそうだね、レアキャラはどうしようかな、何入れるかな、いやーもうこれ悩むぞ、めっちゃ悩むんだけど、問題はねイノシャシなんだよ。イノシャシがなんとかなればいいんだけど、あいつが本当にめんどくさいんで、いかにねそこがさばければ、まあ、正直ユミミちゃんに関しては問題ないのかなって感じがするんでね、できればそうだね、アップルだね、デコリング入れときたい。あと残り2体です。2体どうしようかな。あとは、まあ、あれかな、保険を入れて、とりあえずあれかな、真田でも入れとく、とりあえず。念のためにね。まあ、第一形態なんとも言えんけれども、どうしよう、ニャンマ入れとくかな、これ。どうしよう、壁これ、いないよね。これ突破されたら結構きついよね。どうしようか悩むね、これね。一応寿司で突っ込めばなんとかなりそうな気がしますけれどもね。ちょっと待とう。OK。ということで、ニャンマ入れようかなと思ったんですけど、ちょっとね、壁が怖いので、一旦ちょっとこちらのホッピングで、やってみようかなと思います。で、ニャンコンボじゃなくて、ニャンコ砲に関しては、どうだろう、これでいいかな、まあ、一応普通のニャンコ砲でいいかな、ノーマルで。これで一旦ちょっとやってみようかなと思います。で、どうだろうね、まあ、クリアできなかったら、正直ね、また編成変えるなり、アイテム使うなりでちょっとやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ、早速ですね、こちら爆弾娘の方ですね、やっていこうかなと思います。じゃあ、行きましょう。出陣ということでやっていきますよ。いやーなんかちょっと久しぶりな感じがしますけどもね、これ まずこれなんだよ、ここれ、あーてか待って、壁出さなくてよかったねこれね。とりあえず引きつけた方がよかった気がするな、いらんかったねこれ、ホッピングやっちゃいましたね。じゃあちょっとこんな感じでどうでしょうかね。いやーどうだろう、あーこれ結構まず止めてるけど、止めてるんだけど、ちょっとこれ引きつきすぎたかな、いやーちょっと怪しいな、ちょっと怪しい。待て、落ち着け。ちょっと落ち着いてくれ。頼むから、落ち着いて。一回ちょっとノックバックしようか、これね。待って、何をやってる。ちょっと、これ、お財布結構厳しないこれ。これだいぶ厳しくないちょっと。いやー、ちょっと、あ、ぽー。あのね、これね、ボスよりね、このね、普通にイノシャシがきつい。これはね、やばいかもしんない、普通に。で、一応、アイテムは、一応、入れましたけれども、入れたんだけど、どうかな、ちょっと、財布がさ、やばいんだけど、これ。あ、オッケー。割といいんじゃない、
よし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 、この状態がうまく保ちいいので、どうしようかな。もう動かないで、動かない。あ、やべえ、間違えた。全然違うキャラクターとしちゃったんだけど、もう、やばい。やばい、まずい。これはまずい。動くな。イノシシ、動くな。お前は、そのまま、よし、オッケー。一回ノックバックしたんで、あととりあえずもう一体ノックバックすれば突破できるんですけど、どうだろう。あ、でもだいぶキャラ溜まってきてるんで、大丈夫かな。で、一応ね、もう猫本をおたのげなく使ってしまったので、まあ、倒せれば割と、お財布の方も潤うんじゃないのかなって感じがするんですけどもね。よし、オッケー。これ突破できましたね。あとはどうしようか。もうひたすらね、こんな感じで出すしかないかな。いや、不安だよ。めっちゃ不安だよ。いや、これダメかな。どうだろうね。いや、まあ、とりあえず。ああ、やべえね。これね、本当にね、えぐいわ、マジで。で、真田に関しては、どの場面かな。ちょっと今投下しても、お財布厳しい気がするな。まあ、カンガリューが倒せれば、ちょっとだいぶ変わってくるかなと思うんですけど。あ、でも、イノシシがだいぶ、よしよしよし。いい感じじゃない。ほら、来てる。来てるぞ、これ来てる。よし。とりあえず2体来るんだよね、イノシャシは。なので、あ、オッケー。割といいテンポで倒してるね。よし、オッケー。あー、ゆめみちゃんが、おー、ばっばい、ダメだね。あー、オッケー。よろしくない。これ、無双入ると良くないんだよな。あー、あそこでちょっとサナダ投下しとけばよかったな。まあいいや、もう投下でいいや。もうめんどくさい。いやー、ちょっとこのイノシャシが突破とか大丈夫かな。これがね、なんとかならないとね。あー、よし、オッケー。危ねえ。なんとも。で、もう一回とりあえず倒して、とりあえずノックバックすれば、もう見えてくるんだよな。イノシャシが結構、こいつがさ、めんどくさいんだよ。よし、ユミミちゃんの方がだいぶね、いい感じでノックバックしてきてるんで、もうそろそろ、あ、よし、来た。オッケー。おお、これはもしかしたらいけるかな。もうイノシシ来ないよね、さすがに。もうやめてよ、マジで。よし、オッケー。飾り層がいい仕事してますね。ああ、オッケー。まあ、ここまで来れば大丈夫じゃないのかな。あとは、サラダがあともう少し出せるんで、まあね、この子の、まあ、無双の方はこれにて終了になるかなって感じがしますけども。どうしよう。もういいか。とりあえずこれでいっての、よし、オッケー。これで大丈夫そうですね。やぶねー。いやー、不安だけど、なんとかなりましたね。笠地蔵と、まあ、桃太郎のおかげもありね。あとは、アイテムを使ったという感じがありますけども。うわー、これきついな、これ。これ、待って。もう、笠地蔵と桃太郎を抜いたら、どれで行けばいいんだろうね。ちょっと、無理だよ、俺は。俺にはこんなテクニカルなことできませんよ、これ。まあ、いいや、とりあえずね、クリアできたのでよかったと思います。いやー、終わったねー。はい、ということで、今回はですね、こちら、降臨祭イベント限定追加ミッションということで、まあ、夜は短しい夢見よ乙女でございますね。こちらのステージの方を全てのキャラを第一形態の編成で、なんとかクリアすることができたので、キャッツアイの方を受け取りましょう。はい。さあ、ということで、あと残り1個ですね。あと、チワワンがクリアすれば問題ないんで、まあ、これに関してはもう正直、大丈夫じゃないのかなと思うんでね。まあ、多分収録しないかなと思うんですけども、またね、なんかありましたら、動画の方でね、やろうかなと思うので、その時はまた見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、またね！